またね、ゆたごくんが、炎上してると。まあ、そういう感じでね。まあ、今日はね、本当に、あ、そこまで行ったんだと。もう本当にこう、失うものというか、もう怖いもの知らずだなと。悪い意味で怖いもの知らずだなというふうに思ってしまった、事件というか、そういう出来事があったんでね。まあ、それをね、動画にしていきたいかなというふうに思います。まあ、もうこれはね、本当にこう、彼らがどうやって今まで、どういうメンタルで生きてきたのか、どういう、自分のこう考え方、自分の根本の考え方で生きてきたのかっていうのが、見え隠れするような、そういう感じの出来事だったんでね、これを紹介していけたらなというふうに思います。はい。まあ何があったかっていうと、まあ、ユタモンスタディ号の支援者と一緒に、動画を作ってたんですね。で、それで、どんな内容だったかっていうと、アイスにブランデーをかけて、それをユタボン君が食べると、そういう動画を出したせいで、動画が一本バンされましたと。で、それが、YouTube の運営側が直接見つけてバンしたのか、なんだ、普通にこう通報でバンになったのか、それはちょっとわかんないですけど、とりあえず、そのアイスにブランデーをかけて、ユタボンが食べるっていう、そういう未成年飲酒、の動画はバンされたと、そんな感じですね。うん、まあね、もう、法律云々以前に、もうこれは教育の問題ですよね。まだ臓器が未発達な状態で、こう、飲酒するのはもうそもそも危険だよっていう風に、こう、普段から教えてればね、ちょっとでもなんとかなったんじゃないかなっていう風に僕は思ったんですよ。で、それも、こう、周りの大人が不甲斐ないのでね、まあもう、っていう感じですけども、はい、まあそんな感じですね。まあ、とりあえず、先にこう、僕が思ったこと、動画が消されたことに関して、については、もう自業自得だなと。まあ、YouTube が動くの遅すぎるだろうと。まあ、むしろそういうふうに思いましたね。あ、やっと動いてくれたかっていう、まあ、そんな感じですよね。もう本当にこれは、やるべくして、やられるべくして、やられた。まあ、そういう感じですよね。もう今までの言動を見たら、もう別に驚きはしないですよね。その、ユタボン君をあんまり知らないっていう人からしたら、ちょっとびっくりかもしれないですけど、こう、まあ、ちょっとでも、ユタボン君の、動画、最近は何してるのかとか、その、ツイッターでの、こう、ユタボンパパとかの言動、いうのを見れば、あ、やっぱりかと。むしろ YouTube さん仕事遅くないですかっていう。まあもうそのレベルに達してるっていう。そんな感じなんでね。まあ別に驚きはしないかなというふうに思いました。はい。で、冒頭にも言ったように、その、どういうマインドで今まで生きてきたのかっていう、まあそういうところを、もう、話していきたいかなと。原因が2つあると僕は思うんで、まあそれを話していきたらなと思うんですけど、まず1個目が、もうこれは、まあ、どっちもこう、まあ明らかに当てはまるだろうっていう感じですけど、もう明らかになってるだろうみたいな、そういう感じなんですけど、もうとりあえず1個目が、めちゃくちゃ自己中心的、超自己中っていう、まあそういうところがもう当てはまるかなと。で、もう1個が、コミュニケーション不足、コミュ障っていう、まあそういうところが挙げられるかなというふうに思いますね。うん。まあね、もうこれは本当に、まあ、これは原因をね、追求していくというか、まあなんでそういうふうに思ったのかっていうのはこれから解説しようかなというふうに思うんですけど、まあもうこれはね、アンチのせいにしてるんですよ。まあもうこれでも十分かなとは思うんですけど、もうちょい、具体的に話していけたらなっていうふうに思うんですけど、まあまず、そのアンチにしてる、アンチのせいにしてるっていう時点で、俺は悪くねえんだと。別に法律を破ろうが、こっちの自己責任なんだみたいな、そういうことを、言っている。言ってるというか、まあそういうふうにこう、頭の中では思ってる。まあそういう感じですよね。うん、俺がいいんだから別にいいだろうみたいな。何がそんな、なんだ、なんか法律に則ったようなことをしてくださいっていう、なんかそれ自体おかしくないかみたいな。そういう感じのことを思ってる。超自己中心的な考え方ですよね。で、こっからはコミュニケーション不足っていうところに、焦点を当てていこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、その後の動画で、ユタモン君が支援者と電話で対談してたんですね。で、電話で対談している内容が、その、動画がバンされたことについて、対談してるんですけど、支援者側は、自分にも悪いところはあったと。自分は大人だから、大人から教えれることもあったはずなのに、それをしてあげられなかった自分が悪いんだ、みたいな、そういうことを言ってたんですけど、その話をね、遮って、いやいや、でも、アンチが嫌がらせしてきますから、みたいな。アンチはそういうことをやってくる人種ですから、なんだ。まあ、なんかそういう感じで、あなたは悪くないんです、みたいな、そういうことを言ってたんですね。まあ、これはもう、ある意味すごいな、というふうに思ってしまいましたね。その、YouTube にこう、喧嘩を売ってしまっています。まあもうここもね、自己中っていうところに当てはまってますけど、もう自分は反省してませんと。これからもどんどん違反になりそうな動画を上げていきます。なぜなら自分が面白いと思ってるからです。そんなの関係ないじゃないですか。法律って何ですかって。悪いのは結局、意味わからんことで通報してくるアンチなんだと。いや、意味わからんことってなんだっていう感じですけど、そういう奴らがいるせいで、俺の、アカウントいうのに傷が入ってしまうんだみたいな、そういうことを言ってるっていう。まあそんな感じですよ。
まあ意味わかんないですよね、この状態でも。で、まあ普通の会社に例えるんだったら、普通にもう社長に喧嘩を売ってるようなもんじゃないですか。例えばソフトバンクの社員が、いや、孫正義がなんか言ってますけど、僕は一切反省してませんと。むしろこんなルールを作って揚げ足を取るような孫正義が悪いんだと、そういう風に言ってるようなもんじゃないですか。いや、そんなの通じるわけないじゃないですか。で、こっからなんでコミュニケーション不足が、なんていうか、取り上げられるか、なんで僕がコミュニケーション不足が露呈されてるなっていうふうに思ったかっていうと、そもそも支援者とユタボンの、言ってることが全く違うんですよ。支援者側はもういち早く謝罪して、もう炎上を終わらせたいと、そういうふうに思ってるから、その自分で責任を取ろうとしてるんですよね。でも、それを遮って、こう、わざわざ炎上を大きくするようなことをやってる。炎上を大きくしてでも、俺は悪くないんだと。アンチが俺を貶めようとしてるんだみたいな、そういうことを言ってるから、その二人がコミュニケーションちゃんと取れてるのっていう、そういうところなんですよ。結局その全く支援者側とユタボンの思惑が一致してないっていうところが問題だと思うんですよね。というかその一致する作業すらやってないんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。結局それも自分の都合ばっかり主張しようっていう、自己中心的な、根本と、その自分の都合ばっかり主張してるから、結果的にその何言葉のキャッチボールができなくて、で、それでこう、孤立してしまうっていう、まあそういうコミュ力不足っていうのが挙げられるんじゃないかなというふうに思ってますね。で、この支援者とも言葉のキャッチボール、そういうのができてないから、なんていうかな、思惑が、お互い一致、全く一致してなかったりとか、そもそも示し合わせる努力すらできない。なんでかっていうと、自分の都合ばっかり押し付けるから、まあこれで通るだろうと、いうふうに思ってるから、まあ、そもそもそういうところが足りてないっていう風に僕は見えました。はい。で、これ支援者側も今回はちょっとおかしいという風に思いました。まあ、当然ですよね。その大人として反省してるとは言ってるんだけど、その止めることはできたんじゃないかと。まあ、そういう役割をやんなきゃいけなかったんじゃないかなっていう風に僕は思いました。うん。まあ、理由、その止める理由っていうか、その止めさせる理由は何でもいいんですけど、まあ、理想はね、その今、飲酒すると、後々健康被害が出てくるんだと、そうなってからじゃ遅いよっていう風に止めるのが理想なんだけど、無理だったら、その目先のね、災いを避ける形で、まあこの人たち目先の利益しか目に見えてないわけですから、その YouTube に嫌われても、目先のね、炎上商法、いうのを、目的にしてる人間ですから、とりあえず目先のことを言ってね、こんなことをやると炎上すると、とにかくこれは、法律違反だと、法律で書いてあるものはダメなものはダメなんだと、だから、子供の飲酒とか YouTube でめっちゃ厳しいからこれはさすがに炎上するよと、無理だよって、やめた方がいいよみたいな、そういう目先の利益、目先の、災いを避ける形で止めさせなきゃいけないんじゃないかなというふうに僕は思って出ました。はい。まあ、これは皆さんも思ってるでしょうけど。まあ、そもそも、この企画考えたの誰ですかね。うん。まあ、そっからなんですよね。2チャンネルでもこれ取り上げられて、今の5チャンネルですね。で、結局これは、もうユタボンパパがやってるんだと。わざわざそんなことを、やらせる必要ないのに、炎上商法をやってるっていうことは、もうユタボンパパがやってるに決まってるよと。で、過去にもそういう風な疑惑がかけられるようなことをやってたわけじゃないですか。なんか、まあ、昼間、平日の昼間にゲーセンに行ったりだとか、まあ、不登校なのにゲーセンに行ったりとかですね。で、それとか、あと、なんかキャバ嬢かなの、女性の方と、まあなんか遊んだりとかして、で、まあ、コンドームをもらうこととかもあったわけじゃないですか。まあ別にコンドームもらうぐらいはまあいいと思うんですけど、ただそのコンドームの適切な使い方を知ってるのかと、そういうふうに僕は思ったんですよね。まあそれを教えれるんだったら別にいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、ただ単に、遊び道具だと。いや、そういうふうな感じで、コンドームを渡されるんだったらこれはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあこういうことを、まあやってるわけじゃないですか。で、これをユタボン君が考えるはずがないと。で、これはユタボンパパがやってるんじゃないかみたいな、そういうことを、ずっと言われ続けてるわけじゃないですか。で、今回もまた、ユタボンパパが、法律違反をしてると、法律違反の動画を上げたんじゃ、やらしたんじゃないかみたいな、そういうことを、言われてますよね。まあこれはもうしょうがないよねと。まあそこまで信用が失墜してるんだよと、まあもういよいよ YouTube からも目をつけられ始めてるよっていう、これでいいんですかみたいな、そういう感じのところまでもう、言ってるのでね。はい。まあうーんっていう感じですね。うん。まあね、目先はね、これでこうまた注目されたからいいとは思うんですけど、YouTube に目をつけられたら、広告の収益が下がるわけじゃないですか。まあ、それでいいのっていう、そういう話ですよ。これしかできない
のかな。まあ、これしかできないんだったら、もう本当にこう、ね、一回こう、インターネット活動、自分が発信する側っていうのをやめて、もっとね、勉強してからっていう方がいい。勉強というか、勉強というか、もう机に座ってとかじゃなくて、こう、社会の仕組みというか、そういうのを、まず一旦理解してから、もう一回、まあ、発信する側に回った方がいいんじゃないかなというふうに思いましたね。まあね、20代の学生にこういうことを、言う筋合いはないでしょうけども、まあ、少なくとも僕の方が、まあ、常識というか、そういうのはあるのかなというふうに、こう、この動画を見ただけだったら思ってしまいました。はい。で、もう一個あった、そう、忘れてたんですけど、その、これ支援者側がこう圧力をかけられてるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよ。で、なんでかっていうと、その台風が来てるにもかかわらず、こう海に行った動画あったんですよ。そういう動画があったんですね。で、それもまた支援者が、一緒に出演してる動画だったんですけど、で、これっておかしいなっていうふうに僕は思ったんですよ。なんでかっていうと、それって釣りの動画だったんですね。釣りって普通の魚釣りの動画ですよ。魚釣りの動画で、支援者側も釣りをある程度理解してるわけじゃないですか。釣りをある程度理解してるのに、そんな危険なことをするって、よっぽどなんかあったんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよ。で、今回も何かあったんじゃないかな。裏で示し合わせが、そういうこうちょっとユタボンサイドに圧力をかけられる形で示し合わせがあったんじゃないかなっていうふうに、こう個人的にはこう推測してしまってますね。こう、僕はちょっと疑り深い性格なんで、まあ、そういうことがあったんじゃないかなっていうふうにこう思ってしまいましたね。こう、なんでそんなことするの？みたいな。そういう動画がこう頻発してるんで、ね、そういうふうに思ってしまいました。どういうことかっていうと、我々の言った通りの動画にしなかったら、ちょっともう付き合いきれませんよ、みたいな。ちょっとでも、プランの変更があったらもうお伺いしません。返金もしません。だから、とりあえずお金を払って、だからには、我々の言うことに従ってくださいみたいな、そういうね、通達があったんじゃないかなと。だから、支援者側もね、そのお金をドブに捨てたくないから、なんで、お金をドブに捨てたくないし、その投資が無駄になることは避けたかったから、その条件を飲んじゃったのかなっていうふうな、ことを、思ってしまいました。はい。 まあね、それでこう結局、ブランデーをかけて、アイスを食べるみたいな、そういう動画を止められなかったのかなっていうふうに僕は思いました。まあ、なんか、その動画消えちゃったんで、全然こう内容わかんないんですけど、まあ、なんかこれが大人の味だみたいな、なんかそういうことを言ったんでしょうね。まあ、それをこう体験するんだっていうのが、スタディなんだみたいな、そういうユタボン側の、主張いうのを、飲まざるを得なかったのかなっていうふうにはこうことを思いましたね。まあ、こんな、もしね、これが本当だったら、こんなことをしてるから、コミュニケーション能力も一向に上がらないし、自己中なものがさらに自己中になるんだよ。まあ、そういうことを思いましたね。まあ、結局です。まあ、最後のは邪推でしたけど、邪推というか、まあ、推測でしたけど、まあ、どっちも意味一緒か。まあ、とりあえず僕の疑り深い性格からく、推測なんですけど、まあ、とりあえずその支援者とコミュニケーションが取れてないところとか、そういうところを見ると、あ、やっぱりもうめちゃくちゃ自己中なんだなと。自分の、主義主張、自分が、面白いと思ったこと、自分がやりたいと思ったことは、法律に違反してても、いいんだと、そういうふうにこう思っちゃってるんだろうなっていうふうに僕は思いましたね。その、まあ、モラルなんかもういらないんだと。俺の思った通りに、やればもう何でも正解なんだと。まあ、そういう感じのことをもう本人は思ってるんでしょうね。まあ、それを教育できてないユタモンパークが一番ね、悪いというか、まあ、なんだ、ホームスクーリングとか言ってるんだったら、そういうところも教育しなきゃいけないんじゃないのっていうふうに僕は思ったんですけど、まあ、それができてないっていうことなんでしょうね。まあね、どちらにせよね、その自分の都合ばっかり主張する彼らの魂胆っていうのが今回見えたんじゃないかなというふうに僕は思いました。まあ、その、 まあ、本当にこう無秩序な人間というか、まあ、なんかそんな感じなんだろうなというふうに思いましたね。まあ、でもね、本当にこうユタモン君はまだ中学生ですから、こう今からそういう、なんていうか、対等な立場に立ってね、話す練習っていうか、そういうのを、まだ間に合うと思うんで、した方がいいのではないかなというふうに僕は思いました。まあ、静岡に行って、その台風の、被災地に支援に行くぐらいの、こう、ホスピタリティというか、そういうのがある、子供ですから、そういうね、対等な人間関係を作る練習っていうのをすれば、
なんだろうな、本当に社会に役に立つ人間になれると思うし、なんなら僕よりも、なれるんじゃないかなと、なれる可能性があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんで、まあそこに関しては本当にこう期待してるし、こう今すぐそういうトレーニングというか、そういうのを積んでほしいなっていうふうに僕は、期待をしております。はい、ということでね。今日は、彼らがどういうマインドで生きてきたのかっていうのを、見えた動画、見えたんじゃないかっていう、まあ、そういう話をしてみました。はい、面白いと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。ということでお疲れ様です。